いらっしゃいませ、あらこんにちは、こりゃどうもこれからお出かけ、街を行けばどこかで声がするような優しい店先、お豆腐を買って、お肉を買って、それからクリーニング屋へ、今日はどっちのスーパーへ行くの、おもちゃ屋さんの前へ通るの、明日はお父さんお休みだったら、ホットケーキ作ろうか、お昼を食べたら川まで行って魚釣りしようね、今日はコロッケ、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きがいい、7時になってテレビ見るんなら宿題早く終わらせて、机の上が散らかってるから怒られて泣きべそ書いた、オレンジ色の明かりはつけててね、怖い夢見たから、何にも怖いことないよって笑う、一緒に寝ようよ、今日はお布団、明日のお弁当は海苔といつもの卵焼きでいい、明日はお父さんお休みだったら、ねえキャッチボールしてよ、本屋によってコロコロ買うの、お小遣いちょうだい、私もなかったね、今日はどっちのスーパーへ行こう、おもちゃ屋さんの前通ろう、お母さん。